ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後はヤバいかもしれないな。どうしたの魔理沙？今後は、近畿地方で地震の発生が危惧されているんだ。そうなの、それはヤバそうね。早速解説をよろしく。任せてくれ。関西で危惧されている地震には、中央構造線と呼ばれる断層帯が、深く関わっているんだ。中央構造線、どこかで聞いたことがあるわね。中央構造線とは、日本列島が形成される際に作られた断層のことだぜ。かつて日本列島ができる際に、島と島がくっついたことがあったんだけど、その境目が中央構造線だと考えられているってことなんだぜ。なるほどね、日本列島が形成される際にできた、合わせ目みたいなものなのね。そういうイメージで問題ないぜ。そして、この中央構造線では、フィリピン海プレートの動きによって、日本列島が押されることによって、陸地に歪みが溜まっていき、それが元に戻ろうとして内陸地震の原因になると考えられているぜ。もしかして、熊本地震とかって、それが原因だったりするんじゃないかしら。熊本地震に限らず、九州地方で起こる地震とこの中央構造線は、深い関係があると考えられている。また、九州地方は多くの活断層が、少しずつだけどその歪みを解消しようとしているということもある。そして、それが追いつかなくなった際に、大きな地震が起こってしまうと言われているぜ。中央構造線における歪みを他の断層が頑張って解消してくれてるけど、それ以上に歪みが溜まってくると一気に解放されて、大地震になってしまうことがあるのね。まあその例が熊本地震だという説もあるみたいだ。また、中央構造線の中国四国あたりを見てみると、九州のような小さな活断層は少ないそうだ。これが何を意味しているか、わかるか？九州のように小さな活断層で、比較的小さな地震が頻繁に起こることで、歪みを解消することができないのね。そういうことだぜ。だからこの地方では大きな地震が起こる可能性があると考えられている。また、多くの歪みが、過剰にこの中央構造線に蓄積されている可能性もあるとも言われている。九州よりも、中国四国地方の方がリスクが高いってことになるのかしらね。この中央構造線って、大阪あたりも関係があるのかしら？もちろん、大阪周辺も関係があるぜ。大阪で地震を引き起こす可能性がある断層は、この中央構造線断層帯以外にもある。そういった意味でも、大きな地震に警戒が必要だと思うぜ。中央構造線って、かなり広い地域に影響があるってことなのね。特に大阪では、水戸家京都西山断層帯という断層があるんだけど、この断層帯は最後に活動が確認されたのが、3世紀頃なんだぜ。つまりは、歪みを溜め込んでいる可能性があるってことだ。3世紀から動いてないなら、1800年近くもそのままってことになるわね。マグニチュード7クラスの地震を引き起こす可能性もあると言われているから、警戒が必要だぜ。ところで、中央構造線ってどのくらいの長さがあるのかしら？金剛山地から大分県の由布までの長さとするなら、444km だぜ。ものすごく長いわね、西日本の全てに関係があるくらいね。その通りで、この断層帯は一部が動くだけでもすぐにマグニチュード7クラスの地震が発生すると、考えられているし、全てが動いた場合は、マグニチュード9クラスの地震が起こるとも言われている。マグニチュード9って、まさに巨大地震ね。実は南海トラフ巨大地震だけでなくて、中央構造線断層帯にも警戒が必要なんだぜ。中央構造線で巨大地震が発生する可能性って、どのくらいあるのかしら？今後30年以内で、0.4% の確率で発生すると考えられているそうだぜ。それならほとんど起こらないから大丈夫ね。だって確率を考えたら安全だもんね。まあそんな風に考えたいところだが、現実は厳しいものだぜ。熊本地震が発生する確率は 0.9% だったことを霊夢は知っているか？事前の予測はそんなに低い確率だったのね。2016年に熊本地震は発生したし、大きな被害を出したのは言うまでもないぜ。地震の予測はやっぱりかなり難しいってことね。発生確率は、あくまで推測に過ぎないってことなのね。まあ、日本列島のどこで地震が起こってもおかしくないとも言えるものね。まあ残念だけど、そういうことなんだぜ。地震に関して完璧な予測をすることは困難なんだぜ。ただ、あんまり確率が低いと、誰も対策をしようとは思わないというのもまずいわね。確かにそういった面もあるかもしれないな。やっぱり地震への対策は常に行っていないといけないわね。まさにその通りだぜ。では、中央構造線の話はここまでにして、ここからはネット上で話題になっている話について、解説していくことにするぜ。ネット上で話題になっていることって何なの？それは、日本が分裂するという話だな。日本が分裂するとか、太陽の目視録じゃないのよ。確かにそうだな。それで、この予想はあくまでも、松原照子さんという有名な予言者が言っている内容だぜ。ほうほう。
それで、日本分裂に対して、松原さんは次の内容を予言しているんだ。重なる断層によって、大地震が発生する。特に長野県から山梨県を横断している、糸魚川静岡構造線断層帯が気になるぜ。断層名まで予言しているのはすごいわね。確かにそうだな。それで、松原さんの予言を元に考えていくと、日本列島には西から東に横断している。中央構造線という活断層帯が存在するんだぜ。また、南北が糸魚川静岡構造線断層帯で、東西が中央構造線という断層になっているんだ。ほうほう。そして、この中央構造線は、なんと日本で最も活動的な活断層だとも言われているんだ。活発な断層ってことは、地震が多く発生しているってことになるの？その通りだぜ。そして、この糸魚川静岡構造線断層帯と、中央構造線の活断層の地震が重なった時、日本は完全に分断されると松原さんは考えているんだ。やばいじゃない。でもさすがに分断は言い過ぎじゃないの？そうかも、と言いたいところだが、実は全くない話ではないんだぜ。え、それはどういうことなの？具体的に言うと、糸魚川静岡構造線断層帯は、西日本と東日本を分ける断層なんだが、この西にはフォッサマグナが存在するんだ。フォッサマグナって何なの？それを知るには、少し日本列島の歴史を知る必要があるぜ。まず、日本列島が中国大陸から分離した時に、先ほどの場所は繋がってなかったんだ。つまり、西日本と東日本は、文字通り分裂していたけど、長い年月をかけて土砂が堆積してできたのが、フォッサマグナということになるぜ。なるほどね。じゃあ、日本列島はもともと分裂していたということになるんだね。その通りだぜ。そのため、糸魚川静岡構造線断層帯で大きな地震が発生すると、日本は分裂してしまう可能性はあるんだぜ。なるほどね。かなりヤバい断層ね。ただ、この糸魚川静岡構造線断層帯は、あまり活動的な断層ではないんだ。活動的な断層じゃないならいいじゃない。ここに来てそれはいい情報ね。いや、そうでもないぜ。どういうことなのよ。活動的な断層じゃないなら安心できると思うけどね。実は、断層の平均的な活動間隔は、1000年から2000年と言われているんだ。え、それって、断層の活動については、まだまだわからないことが多いってことになるんだ。そうだったのね。また、毎回動いてる断層は活動期になると、小さな地震を発生させて、警報の代わりになるんだが、この糸魚川静岡構造線断層帯は、ほとんどデータと呼ばれるものが存在しないんだ。つまり、奇襲のように来て、未曾有の大災害を起こす可能性があるんだぜ。なるほどね、無言の人がいきなりキレ散らかすみたいな感じね。もう少しいい例えはなかったのか。さあせん。ただ、断層の全てがわかっていないわけではないんだ。ほうほう、じゃあどんなことがわかっているの？それは一つの活断層でも四つのブロックに分かれていて、それぞれ大地震を起こすリスクを抱えているということだぜ。何それ、つまり、しっかりと爆弾を抱えているということだね。その通りだぜ。じゃあ、仮に日本が分裂してしまったらどうなるの？それに関しては何とも言えないな。ただ、分裂したことによって、多くの亡くなる方が出ることは間違いない上に、計り知れない経済的な損失が出ると言われているぜ。要は、全てにおいてヤバいってことなのね。その通りだぜ。さて、ここまでは中央構造線や日本分裂に関していろいろと解説してきたけど、一番大切な話をしていこう。一番大切な話って？それは、地震対策についてだぜ。なるほど、確かに一番大切な話だね。世間では地震の対策、対策と言われるけど、具体的に何を対策するべきなのか、いまいちわからないのよね。地震に備えてどのようなものを用意しておけばいいのかしら？用意しておくといいものはいろいろあるけど、重要なものを3つほど紹介してみるぜ。まずは基本の3つって感じなのかしら？まあそんな感じなんだぜ。もちろん、今回紹介する3つだけじゃなくて、もっと多くのものを備えておく必要があるからな。まああくまで3つというのは、基本中の基本ってことね。まず、一つ目は野菜だな。野菜なんて用意しておく必要があるの？あんまり必要だと思えないんだけど。まあ、その理由は後からまとめて解説するので、今は保留にしておくぜ。なるほど。では、話を進めるけど、次に重要なのはバスタブの水だ。これはなんとなくわかるような気がするわね。まあ、これも後から解説していくぜ。最後は、水がなくても食べれる食事だな。これは間違いなく必要だと思うわね。では、この基本の3つに関して話していくぜ。よろしく頼むわ。まず、野菜に関しては、腸内環境を整えたり、味に飽きたりした時に必要だぜ。ああなるほど、なんとなくわかってきたわね。具体的に言うと、避難生活を送っている際には、保存が効く、乾麺やレトルト食品などを、食べることが格段に多くなると思う。確かに保存を考えると、乾麺やレトルト食品ばかりになりそうね。
ただ、レトルトや乾麺は、どうしても味が濃く味付けされている傾向が強いぜ。一定期間を過ぎると、野菜を使ったあっさりとした食べ物が欲しくなるものだ。確かにその通りね。また、レトルトや缶詰をずっと食べていると、どうしても腸内環境が悪くなると言われていて、お腹を壊してしまうことがある。私もレトルトばっかり食べてると、お腹の調子が悪くなることあるわね。だからこそ、野菜が必要になってくるってわけね。そういうことなんだぜ。その他にも、お腹を壊してしまい何度もトイレに行くことになると、貴重な水をどんどん失うことになるぜ。確かに水は貴重だから、大切に使わないといけないわね。でも、野菜は基本的に長期間保存できないでしょ。方法はいろいろあると思うぜ。野菜の冷凍食品や、干した野菜などを準備することができると思うぜ。なるほどね。確かにその2種類だったら保存が効くし、野菜を食べることが可能になるわね。その他には、野菜ジュースを用意しておくことも重要かもしれないな。ジュースだったら手軽に摂取できるわね。しかし、野菜ジュースは基本的に冷蔵庫で保存することになってしまうから。現実的には、お湯をかけてできる野菜スープなどを準備しておく方がいいかもしれないな。確かに、そっちの方がより現実的かもしれないわね。次に、バスタブの水について話していく。バスタブの水は役に立ちそうだけど、どう使うのかしら？気になるわね。バスタブは災害が発生した時に手を洗ったり、歯磨きをする時に使うことができる。ちょっと気遅れしちゃうけど、災害時はしょうがないわね。要は、水道が止まった時のことを考慮して、非常用の水って感じね。まさにその通りだ。入浴剤を入れちゃうと使いにくいわね。まあそれもそうだな。まあバスタブの水とは別に、飲料水を用意する必要もあるからな。なるほどね。飲む水と何かを洗ったりする水を分けて考えるわけね。確かに、飲料水で何かを洗ったりするのはもったいないものね。それだから、バスタブの水は飲む以外の用途に活用できるってことだ。ただ、保存が効く水は、一般的な水よりも価格が高いから。購入する際には、保存年数や値段を確認してから購入するといいぜ。私も、保存年数がどうだったか後で確認しとくわ。次に、水がなくても食べることができる主食について話してみるぜ。これはなんとなく重要であることはわかるわ。まあこれは多くの人が想像がつきそうなものだよな。でも、水がなくても食べることができる主食って、どんなものを指しているのかしら？基本的には、パンを考えてくれるといいぜ。確かに水がなくても食べることができるわね。ジャムとかないと飽きそうだけど。今回の、水がなくても食べることができる主食とは、主食を食べる際に水を飲むことではなく、主食を準備するために水が必要な主食のことを指すので、気をつけてくれ。なるほど、そういうことなのね。霊夢も気づいていると思うけど、保存食を食べるには、意外と多くの水が必要なんだ。確かに、多くのレトルト食品にお湯が必要だもんね。例えば、カップラーメンであれば、約 500ml の水を使用すると考えられる。水道が使えるなら大したことなさそうだけど、断水しているならそんなこと言ってられないわね。その他には、レトルト食品を温める際にも、大量の水が必要だと考えられる。確かにレトルト食品を温める際にはひたひたになるまで水を入れるものね。そういった意味でも、パンを常に買っておくのも悪くないわね。そうだな、それと、一家に一つ防災バッグを持っておくことが重要になるぜ。うん、わかったわ。さっきの3つと防災バッグを、Amazon で注文しておくわ。よろしく頼むぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。